10章氷の底で。いい子ね、あなたは。私も。暴走したクライマリアの攻撃により3番艦コメットは大破、救援に駆けつけた2番艦センチュリオンも炎上し沈没しました。現在現地にて調査を行っていますが、吹雪のため残骸の回収は難航しています。現状では2隻ともダッシュ不能と言わざるを得ず、任務失敗です。連邦の技術の粋だ、そう簡単には手に入らんか。無念です。なに、問題はない。あと一隻残っているではないか。君は同じ失態を二度犯すほど無能ではあるまい。はっ。クライマリアはどうしている？少し消耗しすぎたようです。今は死室で眠っています。回復には今しばらく時間がかかるかと。最強にして最弱のバルキュリアか。あれを不良品扱いで幽閉しておくとはな。古代バルキュリア人の血をあれほど濃く受け継ぐ者は他にいまい。相変わらず司令部は物の価値のわからん連中の集まりだよ。私も正直驚きました。まさかあれほどの破壊力と。あれらバルキュリアの末裔はラグナイトに反応し爆発的な戦闘能力を発揮する。あの月光にも似た青き光、ラグナイトの力が最も引き出される瞬間だ。どんな兵器を用いてもあの力は成し遂げられぬ。あれこそまさに奇跡と呼ぶにふさわしい。多少の扱いにくさは調整次第でどうとでもなる。いいな、どうにかするのが技術者の役目だな。彼女は人間です。完全に制御できるとは。手のかかる機械ほど可愛いものだよ。ま、限度はあるが、ニコラとキアラ、あの二人はいけなかったね。戻ってきたらもう少し調整を加えた方が良さそうだ。では引き続き頼む。ボルツ君にもよろしく伝えてくれたまえ。はっ。よう、男前、報告ご苦労さん。お前、元はエディンバラ軍の人間だったって？道理で訛りが強いはずだ。だが出身はエディンバラじゃないな。ガリア、当たりだろ。やっぱりな、ガリアのやつは妙に腹が据わってやがるからな。で、なんで寝返った？向こうにスパイまで送り込んでるそうじゃねえか。スパイは
女。これも当たりだろ。そんな顔して敵の女をたらし込むとは、やるときゃやる男だな。違う。なんだよ、男同士で照れなくてもいいだろ。妹だ。は？妹が乗っているんだ、センチュリオンに。な、おい、バカ野郎！なぜそれを早く言わねえんだよ！なんでそんな落ち着いてられるんだ！妹が死んじまったんだろ！なるほど。やっぱり、そうだったんだな。ああ、おそらくセンチュリオンは沈んではいない。わかるぜ、俺の勘もそう言ってる。連中のしぶとさは折り紙付きだからな。しかしそれは、そのスパイ妹からの情報か？いや、やつと連絡は取れていないが、通信機に反応があった。おそらく戦闘時は携帯せず、艦内の自室に置いてあったのだろう。それが生きているということは、大破も水没もしていないということだ。じゃあ妹の安否はまだわからねえのかよ。なんてこって。祈るぜ。スパイとはいえ敵側の戦闘員だ。お前が戦場で撃っていたかもしれない相手だぞ。なぜお前が祈る必要がある？なぜって、そりゃ俺とお前がダチだからだろうな。俺は一度もお前を友人と思ったことはない。構わんよ、同じ戦場に立ってるんだ。そのうち嫌でもそうなる。でだ、センチュリオンが沈んでいないとしたら。分かっている、すでに手は打った。レイリー、体を動かせ、凍えるぞ。そんなことより、センチュリオンは、みんなはどうなったの？静かに。無線から音がするんだ。だけど、くそ、この吹雪じゃ。艦は沈んじまったんだ、あの魔女にやられて。なのに今さら無線だぞ。じきに日が暮れる。吹雪を防げる場所を探さないと。このままじゃダメよ、みんなの救助に行かないと。助けを待ってる人がいるかもしれないのに。ダメだ、帝国の警戒網にかかってしまう。おい、どうするんだよクロード。し沈んだと見せかけて、艦を氷床の隙間に隠したんだ。の、E招待、直ちにセンチュリオンに合流する。みんな、行くぞ。大氷洋、巨大なクレバスの底、
氷海に埋もれるセンチュリオンを見つけた時の僕たちの驚きと喜びは到底書き記せない。吹雪の魔女のセンチュリオンへの攻撃は実際は甲板をかすめるにとどまっていた。艦長はこれ以上の損傷を避けるため強沈したと見せかける偽装作戦を指示し、そしてそのまま至近のクレバスへと艦を沈めたのだ。艦長の機転でセンチュリオンは生き延びた。しかし魔女の攻撃の影響で動力は停止、回復しない限り艦はクレバスから脱出できず氷漬けになるのを待つだけだ。なんとかセンチュリオンに合流した僕たちは再び絶望にさらされたのだった。おい、あったぜ、古い木箱が食料庫の奥に。ラズ、早く持ってこい、もう火が消えるぞ。待ってろ、すぐにこいつを割って。天井につららができてる。ここにいる連中の吐いた息が天井に集まって凍りついてんだな。ここの気温は外と変わらないってことですか？外以上かもな。何せ鉄の塊だ。底冷えすら。風がないだけマシだ。あの吹雪の中では1時間も持つまい。クロードさん、負傷した方たちの体温が低下しています。できるだけ保温してはいるんですけど、このままじゃ。わかった、火のそばに寝かせてありったけの毛布を。帝国と戦って死ぬならまだしも、艦の中で投資ってんじゃ死んでも死にきれねえ。なあクロード、これは名誉の戦士扱いになるのか？いや、ならないよ。なぜなら誰もここでは死なないからね。言ってくれるね。それにあの雪中行軍に比べたらここはまるで天国じゃないか。防寒装備はあるし火も起こせる。何より歩かなくていい。確かにその通りかもな。中井、あん時はマジで死んだ方がマシだった。おい甲斐、寝るなよ、死ぬぞ。ああ大丈夫だ、少し考え事をしていただけだ。さて僕は環境に行ってくる。火の番は頼んだよ。少しだけどバーボンもある。体を温めてくれ。バーボンだよ、そんなお宝があるならさっさと出せって。おいおい、一気に飲むんじゃないぞ。おい。痩せ我慢しやがって。瓶を持つ手が震えてたじゃねえか。だけどああしていつも通りいてくれるからなんとか正気でいられます。ああそうかもな。どうだ、動いたか？ダメ、思いつく部分は全て修復したのに。やっぱりか。こりゃメインの動力炉からのエネルギー供給が止まっちまってるな。
赤津の区画に入るわけにはいかねえし、手も足も出ねえとはこういうことか。ねえ、赤津の区画に入ったらどうなるの？そりゃ軍法会議にかけられて、どう言い訳したところで。銃殺刑か。それだけの機密事項ってことね。そもそも開けたところで俺たちの手に負えるもんだとも思えんぞ。噂じゃ従来のラグナイト動力炉とは全く違う特殊な構造になってるらしい。しかも動力炉の故障のせいで補助機関も動かなくなる始末。お手上げだ。少ない動力でも補助機関に通わせられれば復旧できるはずなんだけど。ラグナイトの力を補助機関にか。ええ、ラグナイトの力を。そんなに見られると恥ずかしいんだけど。そうよ、その手があったわ。え？戦車よ、戦車のラグナイトエンジンを利用するの。それならラグナイトの力を補助機関に伝えることができるはず。戦車のエンジンでこの艦が動く？すごい発想だね。補助機関を起動させるきっかけにするのよ。一度動けばあとは技術でどうにかできる。機関室の維持にかけても絶対にセンチュリオンを生き返らせるわよ。